情報がなんか出回ってて、で、え、マジですかみたいな。それがマジドッキリみたいな感じで、ドキドキしたんですよ。そしたら、なんかこう、頭の話聞いたら、ネイシモンさんが、俺のことを、もう、金ピカの衣装で、あいつはもう、あの衣装着てるから、日本のジャパニーズスターに違いないみたいな。スーパー勘違いしてて。おっ、やったー、ケンちゃん。だから、日本のスターの前に、はい。おい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 。ビビったけど、ケンよ。